おだちこんちこんばんポテトです。今日もネタムズやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですねヘッダー文字の周りにコーナーで合わせたらどんだけ決まるのか分析やっていきたいなと思います。その前にですね死んでました。でもですね今復活してきましたのでまたやっていきたいなと思います。今日はちょっと短めかもしれませんがよろしくお願いいたします。ということでですね今日はヘッダー持ちのところをですねやっていきたいなと思います。以前ビジョナリーでですねコーナーのところをやった時のこの検証と同じことをしていきます。でこの時はだいぶね成果出たんですがヘッダー持ちだと上がんのかとかいうところですねそこを見ていきたいなと思います。検証方法ですねここは同じになっていきますが通常のグリーズマン今回ビジョナリーではなくて通常のグリーズマンでパーリーにヘディングをさせていきます。ここがどう変わっていくのか選手はトーマスパーリーを使っていきますよという感じですね。ヘッダー持ちのトーマスパーリーを使っていきます。まあ、これが、ヘッダー持ちの持ちじゃないとどう変わるのか見ていきましょう。まずはですね前回のおさらいというかヘッダー持ってない時ですねはい見ていただきました。まあ案外やっぱ頑張るんですよね。前回もそんなことを言ってるかなと思うんですけど、まあ、意外にねヘッダーなくても競り合ってない相手は競り合わないのでねある程度やってくれるという感じですね。でここからはヘッダー持ちのパーリーになります。それ決めるんだろう。はい見ていただきました。いやーまあシュートがめっちゃ強いね。完全に強い。なんかちゃんとミートしてるって感じはしますよね。全然弾道とか違う。なんかマシンを捉えてるって感じかな。で特にこのニアの得点これなんですけどこの辺がですねビジョナリーにもなかったそんな感じしましたね。まあ、そう考えるとやっぱりビジョナリーの効果にですねスキルはつかないと言ってもいいのかなとかねそんな気持ちにもなってしまいますがどうでしょうかね。まあ一旦結果見てみましょう。はいということで、まあ、使用感も含めてですね圧勝でしたね。ヘッダーの方が良かったですね。まあパーセントは 10% 程度なんですけどね。でビジョナリー出しておきました。一応ですね、まあ、得点率に関してはヘッダーの方が高かったですね。まあ、5% とか 7% くらいでしたけど前回パスの概念の話してるんですけどその時と同じような感じでミートの部分が高くなるのがヘッダーなのかなっていう気もしましたね。でまあこうなってくるとですねビジョナリーヘッダーはどうなるんだとか決定力上げたらとかワンシューはヘディングはとかねフィジコンはとかいう話もなってくるんでちょっとね一つ上げてもかなり疑問が出てきてしまいましてどれからやろうかなっていうのもちょっとあったのでまあちょっと迷っちゃってるんですがまあただ一つ一つちょっとねやっていきたいなと思います。でまた特にこれが見たいとかこの場合どうなんだとかあればですねちょっとそれもコメントで教えていただければなと思いますので、ただ今日はちょっとねこの辺で終わりにしたいなと思います。で次回はですねメンテに出せる兆しというかがしたら明日出します。で明日出せる兆しがあったら、まあ、ちょっとまたライブとかもやるかもしれませんがよろしくお願いいたします。はいということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですねコメントで教えていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。年内3万人を目指しておりますのでこの動画が良かったらですね高評価チャンネル登録をしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。ということで今日の動画でこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、結論言うの忘れてた。